どうもこんばんは、森ちんです。さあ MHF なんですけども、今週もですね、水木と歴史を振り返るのシリーズクエスト新しいの来たので、早速ではないですけどもやっていこうと思います。今週は3年目っていうことでね、まあなんか一応ね、運営さんのツイッターの方でラナンタラっていうねモンスターについてこういろいろうんちゃらかんちゃら書いてあったりとかはあったんですけども、まあ一応ね、目はあまり通さずにほぼほぼ初見っていう状態で楽しくやっていこうと思います。声がねちょっとガスガスなんですけれども、まあいろいろあったっていうことで、それじゃあいきましょう。さあやってまいりました3年目。お待ちしてました。今回は絶刀が出現した頃、つまりラビエンテが現れた時期の歴史を振り返るつもりです。では早速振り返ってみましょう。ラビエンテは3年目から、要するに9年前からいるね、 MHF と共に歩んできたそういうコンテンツなんですけれども、本当歴史長いですよねラビエンテね。当時のギルドはラビエンテの大きさに言い表せないほど驚いたらしいです。逃げるべきという意見もあったようですが、この危機を乗り越えるため様々な特例を設け、一致団結して討伐に挑んだと聞いています。まあもう本当特例中の特例というか、こんな大討伐っていうのはもう本当に初めての試みというかね、シリーズ通して初だったと思うんで、これは本当すごいと思いますよ。そして数多の苦難はあったものの討伐に成功、そこで持ち帰られたラビエンテの素材から進化武器が作成されたという話です。まあ、昔はね進化武器だけで、付帯が登場したのはまあ G7 とかなんで、でも後の話なんですけれども、そしてこの時期に秘伝書が生まれました。そう、ここら辺なんだよね、3年目ぐらいの話なんだよね。これまで一流の狩人は数多く生まれたものの、その狩猟を通して得た技術は非中の非とされてきました。とはいえ技術の断絶だけは避けたい、なんとかする方法はないものか、そう考えた熟練の狩人がいたそうです。一体誰なんだろうか。その方はとっさに思わず出た攻撃こそが実用的なのではないかと考え、ほう、それを狩人仲間の有志と話し合い、これはどうだ、こっちの方がいいなど見せ合って、それをまとめた書物が秘伝書になったらしいです。なんかちょっと待って、その説明だとさ、マジ男友達が集まって適当になんか俺らの最強の技集みたいなね本を作ったみたいな、そんななんかノリに見えちゃうけど、それでいいのか。以上の出来事から、この頃はメゼポルタが飛躍した時期と言っても過言ではないかもしれませんね。そうですね、まあいろいろね、今に通ずるラビエンテだったりとか秘伝書だったりとか来たってのもすごいんだけど、さて話を変えて、この時期塔に未踏の場所が見つかり、そこにいたのが氷河流デュラガウアです。いきなり話飛んだね。デュラガウア、ラビエンテの話はもう話だけなんだ。氷の攻撃がとっても危険なモンスターですが、尻尾から睡眠ガスも出るので迂闊に近寄るのは危険だと声の大きい狩人さんから聞きました。そうだね、デュラガウは最初は結構大変だったんじゃないかなって思うけどね。では今回は思い出の狩猟としてデュラガウは1頭の狩猟をしましょう。一緒に振り返ってくれますか。行きましょうか。さて、何でもいいのでじゃあ行きましょう。さあデュラガウはですけれども、いやね、デュラガウはね、僕いっぱい狩りましたよいっぱい狩ったよ。今ね、討伐数今どんぐらいなんだろうなって思って調べてみたらね、1300とかでしためちゃめちゃ狩りましたこいつ。何よりね、僕はね、SR 上げ、そのさっき言ってた秘伝書の、まあ、ランク上げだったりとか、あとはまあ普通に、ね、これ GRP のクエストできてるんですけど、この GRP を貯めるためにこう何狩りまくったりだとかもありましたし、あと紙集めとかでもね、こいつよく狩ってたんで、いやもう本当にいろんな場面で狩ることになってたんでね、狩猟数がもうとんでもないことになってましたね。多分僕一番多いんじゃないかな。なんかね、3体4体ぐらい1000匹以上狩ってはいるんだけど、この MHF ではデュラガウアが多分一番多く飼ってるんじゃないかなって思います。でね、デュラガウアね、あとね、まあ、いっぱい倒したって話もそうなんだけど、このね尻尾の部位破壊が大変だよねっていうのも僕はね結構思い出に残ってるというか、ここがなんかね、なんだっけ、属性がいるんだかなんだか知んないけど全然壊れないのよ。マジで壊れないの。ここ本当に真空回転とかこういう一発一発の攻撃をちょんちょんって与えていって、ようやくなんかギリギリで体力なくなるぐらいのギリギリで壊れるみたいな、そんな感じでいつもね V 破壊すごく苦労したなっていう風な思い出があります。まあ実装当初のデュラガウアについては僕は全然わかんないですけれども、本当に思い出深いモンスターですね。はい、やってまいりました、クリアしました。お疲れ様でした。デュラガウアはどうでしたか。尻尾の面白い形を模した頭の防具が作られてメゼポルタで大流行したことがあったとか、あの尻尾ね、あのアスパラガスって言われてっけど言われてたけど、あれをそのまんま被るみたいな、ね、そういう防具があったりとかしてね、今でもあったりするのかな。今でもまあつけられるとは思うんですけど、なかなか
すごい見た目になってますんで、ぜひ気になった方はつけてみてあげてください。確かに面白い形してますね。あ、ほら同じこと言ってる。強いて言うならアスパラっぽい。そう考えると美味しそうですよね。モリチンさんはデュラガウアの尻尾を食べたことあります？あるわけねえだろ、バカにしてんのかお前。やだな、冗談ですよ、冗談。冗談に聞こえないんだよ。でも食への好奇心って大事ですよね。もしも、もしもですよ、食べる機会があれば感想を教えてくださいね。では次の歴史に行ってみましょうか。やっぱね、冗談っていうのはね、相手が冗談って感じなかったらね、その時点で冗談じゃなくなっちゃうから気をつけないといけないです、やっぱ。うん。さて、それでは3年目の2話目でいいのかな、よくわかんないけど、お待ちしてました。引き続きメゼポルタが飛躍した頃の歴史です。受付嬢の皆さんが知っている時期なので、調査が楽なのがありがたいですね。モリチンさんは排熱噴射機構を使ったことはありますか？出た、ヘビーだ。この時期に作られたヘビーボーガンの仕組みで、何でもヘビーボーガンを使うある狩人がグラビモスの熱線攻撃を撃ってみたいと常日頃から言っていたら、面白いことが大好きな鍛冶職人の耳に入って作ってみたというのが経緯みたいですね。この時期ね、秘伝書ができたって言って、でその秘伝書の効果でようやくこの排熱が撃てたっていうことなんだろうな。まあ、だからで、それの実装に伴ってこういう設定も作られたみたいな、そういうことなんだろうね。氷炭から駒が出たみたいな話ですね。全然読めませんでした、今ググりました。でも周りに言い続けた結果とも言えるので、言い続けることにも意味はあるんですね。狩人王になると言い続けていればいつかなれるかもしれませんよ。なんかそのフレーズは聞いたことがあるけど、まあスルーしておきましょうか。そしてこの時期、雪山でベルキロスに酷似したモンスターが現れました。名雷竜ドラギュロスです。出ました、ドラギュロス。前回ベルキロスやったのにドラギも触れてくれるんだ。まあかっこいいからね、普通にありがたいけども。では今回は思い出の狩猟としてドラギュロス1頭の狩猟に行きましょう。一緒に振り返ってくれますか？さっきまでヘビーの話してたのに、いきなりドラギに振ってきたね。まあいいや、じゃあ行きましょうか、レッツゴー。さあ来ました、ドラギュロス。でドラギュロスはね、もう僕はまあ、これ GQ からの話なんですけど、装飾品だったりとか武器とかがもう本当に良くて、まあ、特に装飾品なんでそこら辺すげえ優秀でね、めちゃめちゃお世話になった思い出がありますね。まあ、ドラギュ拳銃剣5とか、まあ、今でも使いますし、ね、本当に強いの、本当に良くて、ドラギュの弾、これのおかげでめちゃめちゃ装備がね強くなったんですよ。本当に良かったから、先天天雷がしっかり入ってて、であと剣心が入っててみたいな感じだったかな、確か。そうだね、確か先天天雷剣心がデフォで入ってて、で剣後は抜脳が入っててでみたいな、そんな感じでね、もう本当に強かったの、マジで良かったの。だからね、もう本当にこいつ借りまくったし、すげえお世話になったしでね、もうこいつはもう僕は装飾品の思い出が特に強いですね。でまあ武器の方はこれです、これ、この太刀、今画像出てると思うんですけど、この太刀をね僕はよく使ってて、もうこれに一目惚れしちゃって、めちゃめちゃかっこよくない？こいつリーチ超なんですよ、デフォルトで。で空毛もしっかりあって、で竜属性も少しあってっていう感じで、なかなかいい武器でね、僕愛用してたんですよね、太刀使う時。でも本当に良くて、いつもはね死肉を使ったんですよ、太刀は。死肉って調べたら多分出てくると思うんですけど、ディスフィロアの太刀ね、リーチ中でね死闘属性入ってっていうやつ、あれをいつも使ってたんですけど、このドラギュロスの太刀が出たことによって、僕は死肉を持たずにこっちのね太刀を使うようになったっていうぐらい、すごく大好きでよく使ってた武器です。まあって言ってもこの話も全部 GQ 以降の話なんですけれども、まあ本当に実装当初僕は分かんないのでね、どうしようも何も言うことはないんですけれども、まあドラギュロスこんな感じでございました。はい、やってきました、お疲れ様でした。ドラギュロスは雷ではない竜属性の命雷による攻撃を放つのが特徴的ですが、その見た目も相まってか狩人さんの中で人気が非常に高いですね。そうだね、僕も好きですよ、ドラギュロス。まあ、特にドラギュロスが好きというよりもドラギュロスの弾だったり武器だったりが好きですけども、僕は。白い雪と命雷のコントラストに一瞬狩りを忘れて見とれてしまったと、熟練の狩人さんがちょっと恥ずかしそうに言っていたことを思い出しました。では次の歴史に行ってみましょうか。なんかちょっといい感じになりましたね、行きましょう。さあそれでは、3話目ですかね。今回はスキルカフについてです。おスキルカフ、この辺か。マイトレプーギー服につけられる装飾品はこの時期に発明されたんですね。
かゆいところに手が届いたと発明された当初も感謝されたみたいです。森珍さんももちろん活用していますよね。めちゃめちゃ活用しています。ただ一つ心残りとしては、PA カフ、PB カフ、PC カフね、売ってたと思うんですけれども、あれの PC カフめちゃめちゃ僕使ってたんですけど、今はもうね PZ カフが出たおかげで全く使わないんでね、ちょっともったいなかったなとかっていう気持ちはある。まあ、そこだけかな。そこ以外はもう本当にスキルカフ大好きで、めちゃめちゃいろんな種類使うためにいっぱい買いましたけれども、で素朴な疑問ですが、なんでプーギーに装飾品をつけると狩人さんのスキルが発動するんですかね。近くに装飾品があればいいだけならアイテムポーチに入れても同じですし、不思議ですね。水木お前やられるよ、消されるよこのメゼボルだから。まあ、消えるんだろうけどね、あと半年後にはもういなくなるんだろうけど、ちょっと水木やばいところに首突っ込もうとしてんじゃないの。そんな不思議な装飾品が実装された頃に豪州七手スカトリが現れたようで、当時の狩人を震撼させたとか、その最中にある武器と防具を装備したハンターが脚光を浴びていたようです。おまたなんか防具来たよこれ、何の防具だろう。そこで今回はその装備を用いて豪州七手スカトリを討伐するクエストをご用意しました。これちょっとさ大変そうじゃない。七手スカトリ普通に強いよ。まあソロ用だしさ、どうなるんだろうか。一人限定のクエストなので安全面を考慮して装飾品は少し良くしてくれたみたいです。やっぱそうだよね、さすがにちょっと強くないとやばいよね。それじゃあ準備はいいですか、行きましょうか。じゃあまあどんなクエストなのか見るけど、どんな装飾品とか装備かってのはちょっと行ってから見てみようと思います。当時の流行を終え3七手スカトリ1頭の1体の討伐、この後行っちゃうともう見えちゃいますんで、それじゃあ早速行きましょう。レッツゴー。はい、やってまいりました。何この装備、何この金色の、てか背景と同化してるんだけど、ちょっとね超見づらいんですが、クシャナ、あ、またこれあれなの、フルクシャ、フルクシャって言ってもあれなのかな、クシャナの SP シリーズだから別に何でもいいやつだこれ。 SP の装飾品だからね、何でもいいんだよね。 SP ってそう、何でもいいんですよ。 SP 防具っていうのは、防具自体は全然違いはなくて、中にね装飾品を入れていく、その装飾品が非常に重要だっていうだけで、でまあこれおにぎりね、鬼神残破刀があって、でまあフルクシャで、まあ、ちょっと血気強化入ってますけれども、回避性能に見切り3、攻撃台普通に強いですね。でスタキュー台、流風圧無効、ダメージ回復速度、腹減り無効、早食い砥石高速化、体力回復アイテム強化。なるほどね、まあ普通に強そうな装備ではあるけど、でも7だよ、すげえ大変だよこいつ。いやちゃんといけるか分かんないけど、まあ頑張りましょう。まあ一応ね5区の方なんで、まあ、なんとかなるんじゃないですか。てかでかくね、ちょっと待って、7手スカトリでかくね、これくっそでかくない、やばくない。まずは頭ひるみ取っていかないとお話にならないと思うので、多分ねもうすぐ頭ひるみ取れるんじゃないかな。これは大丈夫、この黄色い粉の時は全然近くでやってても大丈夫。痛い、すごい痛いです、やめてください。これ溜めて、こっち振り返ったところでこう、ダメだな、全然ひるまないな、まずいな。当時と違ってね、5区の方だから全然この辺いけっかなって思ったけど、きついかこれ。怒ったぞ。頭に当てろ。ダメだ、腕に当たったか。ここ軸合わせしてきて、いやこれ大丈夫、いける？いやちょ、そのホーミング性能高いね、やだね。あ、来た、これ来たよ。この時に当たってんのかこれ、どうなんだ。よし来た、これ、頭ひるみ取っていかないと奈々ちゃんはダメですよ。まずいか、よしよしよし、OKOKOK で、ここで当てて、いやちょっと待って、七手スカトリ本当にきつい。いや僕ね本当に七手スカトリはね苦戦した思い出があって、僕が一番最初に七手スカトリを討伐したのはね、よく覚えてるんだけど、エントラなんですよ。エントラっていうチュートリアルでね、ハンターナビで作れる防具、あれでオディアシをつけて、でバシムフワールっていう潜流孔、マヒコンね、すっごい有名だったマヒコンをつけて討伐しに行ったっていうのが一番最初の討伐の思い出ですね。でその時は、ハードコアじゃなくてノーマルでしたね。普通の七手スカトリ、 GQ の普通のノーマルの七手スカトリをね借りました。さすがにねハードコア強すぎてね無理だった。一応ねその後なんかバイステンプレっていうね、当時流行ったテンプレ装備みたいな装備、同じようなスキルの装備で倒しはしたんだけど、いや本当にね7強くて、てか今も強いけど、これも強いけど、ちょっと待って、やばい、これ死ぬかもしれない、これ死ぬね、これ死ぬ。うわホルクが助けてくれた、あっぶねあっぶね。
これ回復しないとやばい。あ、早食いありがたい。あ、ホルクがめちゃめちゃ強い。ちょっと待って、さすがにやっぱあれか、 G 級とかじゃないからホルクがめちゃめちゃ火力高く、相対的に高くなってんのかもしれないね、ホルクの火力がね。いや、ちょっとこの猫パンチもさ、これきつい。痛い痛い痛い。ちょっと待って、これピオルンじゃないのこれ。やばいやばい。くそ、すげえ強い、めちゃめちゃ強い。当たり前なんだけどめちゃめちゃ強い。元から分かってたけど、どうなんだっけこれ。時計回りに逃げていくとホーミング、そう、このホーミング突進、これもしっかり避けられるんじゃなかったっけかな。どうだったかな、どっち回りだっけ。なんか確かね、あったんだよそういう、 どっち回りで逃げるとすごくいいよみたいな、そういうのあったんだけどね、ちょっと覚えてないな。ちょっとやりながら見極めちゃう、やりながら見極めていくかとか言おうと思ったけど全然ダメだこれ。この時間合わせにこう、もうこうやっていくしかないよね。3回来ました、で4回目は飛びます、でここで泣きますって感じなのかな。そういう感じで考えてていいのかな。ダッシュ1回、2回目ダッシュ来ない。まあなんかそうだね、こういう感じでちょっと挟んでいかないとちょっと無理かもしれない。やばい、めっちゃ強い、めちゃくちゃ強い。てか僕タチでさ7手スカトリやのほぼ初めてかもしれない。このさ7手スカトリのね、またこれ G 級の装飾品がすげえ強くて、エンプレス剣一が確か一戦通撃3回延長だったと思うんだけど、5個必要になっちゃってガードできないか。あの頃やっぱね、一戦通撃3回の装飾品をね5個入れるみたいな、例えばあのディアブロスのディアブロ剣4だったかな、剣3だったか忘れたけど、一戦通撃3回1匹狼のね装飾品があったんですけど、あれもね5個入れるみたいなのがあったりとかしてね、めちゃめちゃ集めに行った思い出がありますね。あの頃はあの小物素材52枚と47枚みたいな感じでめちゃめちゃ必要だったのでめちゃめちゃ取りに行きましたね。泣きながらやったような記憶がありますよ。いや、まあ泣いてたかどうかちょっと定かではないけど、めちゃめちゃ苦労した思い出はある。これね、なんか若干分かった気がする。反時計回りだこれ。反時計回りに逃げればこのホーミングかなりいい感じに避けられるかもしれない。多分そういうことなんだと思うんだ。でこれに合わせて顔に当てていく。反時計回りだね。うん、反時計回り、これだとすごい反応できるわ。でここで降りてきたところに合わせる。おっ、おー、よかった。ちょっとあれなんだね、体力少なめというか、まあ装備が若干強かったのかな。まああと5区の方も非常にね、うまく働いてくれたんでしょうけども、5区の方のこのダッシュため切り、これがやっぱ非常に強いので、これがうまく採用してくれたんだと思います。まあ多分5分台ぐらいだと思うんですけど、いや7手スカトリ今やっても難しい敵だな。で回避性能入ってるとはいえ、やっぱこいつ難しいんで、反応するのがそもそも難しいぐらいテンポが速いんで、攻撃のテンポめちゃめちゃ速いんで、いやすごく苦戦しました。ちょっと強かったね。うわ、やべ、最大だった。嘘でしょ、ここで最大金冠取るんだ、マジかよ。これどうなんだろう、固定だったのかな、みんな最大だったのかな、ちょっとよくわかんないですけど。あ、6分台でした、時間としては。はいはい、お疲れ様でした。今回の武器と防具はどうでしたか。まあいい装備というか、 SP 防具ね、すごく良かったと思います。僕は本当に SP 防具はね、ほぼほぼ使ったことがないです。始めたばっかりの頃に最終用の装備とかね、これ SP 防具でいいんじゃねみたいな話になって作った記憶はありますけど、それ以外は全然作ったことはないですね。当時は黄金フルク社と呼ばれて伝説的な存在だったようです。作るのも難しいため、装備している狩人は勇者として扱われていたとか。確かにとても派手で目立ちますねって。で、まあ、さっきも言ったけど、SP 防具って関係ないんですよ、防具は。何でもいいんですよ。で、中に入れる SP の装飾品が重要でっていうので、だから多分このね、フルク社、黄金のフルク社は本当に作成難度高くて、で別に作る必要もないから、装備してる人は勇者だっていう風に言われてたって、多分そういうことだと思うんですけど、まあ今作るってなったら多分ね、全然簡単だと思うんですけど、当時はどれだけ作るの大変だったんですかね。ということで、次回で一区切りとしましょうか。では準備ができたらまた話しかけて。了解です。さて4話目やってまいりました。最後ですね、突然ですけれども、モリチンさんは劇薬を飲んだことがありますか。まあそれはもちろん飲んだことありますけど、配布量というか供給量がね、もう極端に少なかったんで、ほとんど使ったことないと言っても過言ではないんじゃないでしょうかね、僕に関しては。うん、画廊を使いたいのにどうしても黄色が
あと10個しかないみたいなとかもうザラにあったんで、いやもう本当にね劇薬って全然入手できなかったんで、今はあのメゼフェスとかでゲットできるけど、いや劇薬そんな使ったことないですよ。究極のまずさを売りにした飲料や疲労増大を売りにした飲料にまさかあれほどの需要があるとは、狩人さんたちの狩猟への情熱恐るべしとギルド界隈でかなり話題になったようです。それちょっと違う、ずれてんだよな。別にあのね劇薬使いたくて使ってるわけじゃなくて、画廊とかね、火事場とかその辺が強すぎたから、使わざるを得なかったから劇薬で調整しなきゃいけないっていう状況を作ったから需要が増大したっていうだけなんで、別にあの劇薬がすごいじゃなくて火事場とか画廊がすごかったっていう、ただそれだけなんだよね。ちょっとずれてるね。おいい顔ですね。さすがの察しの良さです。はい、今回はそんな劇薬が楽しめるクエストをご用意しました。では準備はいいですか。これも絶対カジバ画廊じゃん。やべえ、絶対やばいよ。すぐにクエスト中しますけど、どんな感じになってんだろう、ちょっと気になる。でもすげえ気になる。正しい薬はどっち？カムオールガロン1頭の狩猟のノールガロン1頭の狩猟、拠点で究極にまずい劇薬を使用。究極にまずいだったらもうあっちしかないとは思いますけれども、まあじゃあ緑と黄色のね劇薬どっちを使うのかね確かめてこようと思います。いきましょう、レッツゴー。はい、やってまいりました。あれ、装備は一緒なんだ。装備を用意してくれるわけではなくて、こちらですね、支給用劇薬黄色緑ということで、どっち使ったらいいんだろうね。普通にまずいっていうのと疲労がうんちゃらかんちゃらってね文言ありましたんで、でまずいのはどっちだっていうそうことを言ってたんで、究極にまずい劇薬をしようってので、まずいのはこっちですね。こっちまずいんで体力が減ると、そういうことでいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでね、劇薬緑の方は体力を40に調整してくれるっていうアイテムとなっております。でそんな中、支給用劇薬の黄色の方は、スタミナが25になるっていうね、そういうアイテムとなっております。まあこの体力40のラインは火事場のライン、スタミナ25のラインは画廊のラインっていうことでね、まあ使ったことある人はもうわかると思いますけれども、一応そんな効果となっております。ただね、今の時代気をつけなきゃいけないのは、吸血っていうねスキルを皆さん入れてると思うんですよ。ほぼ確実に、ね、全ての装備に入れてると思うんですけども、このスキルのせいでどうしたってもこの体力40にね劇薬で調整しても体力回復しちゃうんだよね。だからもうしょうがないというか、なんというか、うんどうにもこうにも火事場調整っていうのは厳しい状況になってますよね。まあ、だからその代わりにこう不活の護符だったりとか、もう秘伝飯での火事場飯だったりとかね、そこら辺はしっかり食べて、そもそも体力ゲージをこう150にはしておかないみたいな、そんな感じになってますけれども、はい、ということで、こんな感じで劇薬についてのお話でございました。いやマジでね、劇薬は素晴らしいアイテムだと思いますよ。ただただもうひたすら本当に供給量が少なすぎた。だってゲットする方法ってあれぐらいしかなかったよね。今メゼフェスあるけど、昔はその両団のなんかいろいろね売ってくれてる猫からこう毎日プレゼントみたいな感じでもらうやつでしか多分入手できなかったと思うので、あとはたまに配布される分ぐらいしかねゲットすることできなかったかなと思うので、最近はもう全然使わないですけど、昔はもう本当に劇薬なんでこんな配んないのみたいな感じで要望も送ったことあるんですけれども、そんな風に思ったりはしてました。はい、お疲れ様でした。保湿オイル999999ってどういうことなんだろうか。お疲れ様でした。劇薬のお味はどうでしたか。あ、先に報酬渡しておきますね、どうぞ。それとごめんなさい、黄色の方は飲んだらいけないってお伝えするのを忘れていました。飲んでいませんよね。クエストクリアに関係なくとっても疲れてしまうので、さてこの辺りでお開きにしましょうか。またいろいろ調べておきますね。では今回の歴史の1ページはここまで。水木と歴史を振り返るでした。また次回もお楽しみに。ということでね、はい、お疲れ様でした。そうですね、劇薬は本当にもう全然配らなくてね、もう本当にクソ野郎と思ってたんですけど、まあラビエンテがこの時期に実装したりだとか、ベルキロスを追いかけてみたいな感じでドラギロスが実装したりだとかね、でもあと黄金フルクシャ、まあこの SP 防具についてはもうちょっとなんか掘り下げてほしかったなって、僕自身あまりよく分かってない部分が多いので、もうちょっとねいろいろ見たいなとは思ったんですけれども、まあもしよければねコメントの方で
いろいろ補足していただけるとすごく嬉しいです。僕も楽しみにしているんでね、毎週毎週どなたかぜひよろしくお願いします。ということで今回は今こんな感じで、また来週も来ると思いますけれども、来週は4年目っていうことで、まだまだ僕が始めた頃にはほど遠いのでね、いろいろ楽しみにしておこうと思います。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。